事件を描写している新聞記事 SE ヘイドンによる風車がそれを取り壊すザ・ダラスモーニングニュース1897年4月19日第5面オーロラ UFO 墜落事件は伝えられるところによれば1897年4月17日に起きた地元の人によればアメリカ合衆国テキサス州オーロラの近くで農場で UFO が墜落した事件である事件は 墜落による死亡に終わり、そして宇宙人の遺体とされるものは、地元の墓地の標識のない墓に埋葬されたと、主張されている。オーロラ墓地の外のテキサス歴史委員会の標識 UFO パイロットの埋葬地点とされる、視点事件に短く言及する1896年から1897年の間、合衆国中で、葉巻型の謎の宇宙船の目撃が報告された。 これらのうちの一つの記事は、1897年4月17日、ダラスモーニングニュースに現れている。オーロラの住民、SE ヘイドンによって書かれる、UFO とされる謎の物体は、地元時間で2日前、午前6時ごろ、JS プロクター判事という人物の辞書の風車に当たり、墜落したと言われている。パイロットは、この世界のものでないと報告され、 近くのフォートワースの陸軍士官によれば、火星人と表現された。パイロットは墜落で死亡し、近くのオーロラ墓地に、キリスト教の儀式で埋葬された。伝えられるところによれば、墜落地点にあった残骸は、損傷された風車の下にある近くの井戸に投げ入れられ、一方、いくつかは墓に、宇宙人と共に埋められた。1935年頃に、 プロクターハンジの辞書を購入したミスター・ブローリー・オーツの話が、この話に新たな謎を付け加えている。オーツは井戸を水源として利用する目的で井戸から残骸を掃除したが、しかし後に極めて重篤な関節炎の症状を示した。彼は井戸に投げ入れられた残骸から汚染された水の結果で、あると主張した。その結果、オーツはコンクリートのスラブで井戸に封をし、 そして、スラブの上に離れ屋を置いた。テキサス州、ダラス近くのオーロラの位置列増設は、バーバラ・ブラマーによって行われた歴史的調査に、第一に基づいている。彼女の調査は、墜落とされることに先立つ、複数月の間で、オーロラは一連の悲劇的な事件に襲われていたことを明らかにした、本質的に、オーロラは、死に耐える重大な危険にさらされていた。 ブラマーの調査は、また、ヘイドンが街では、ちょっとしたジョーク好きと知られていたことを示し、彼女の結論は、ヘイドンの記事はオーロラを生かしておこうとする、絶体絶命の努力であったということである。この説は、ヘイドンは、記事の誤報を、事件の重要性を与えられている、優れて、異例な、宇宙人の埋葬について報告さえ、決してしなかったという事実によって、さらに指示された。 さらに、1979年に、雑誌、タイムは、86歳のオーロラの住民、エッタ・ペギーズにインタビューしたが、彼女は、ヘイドンは、話全体をでっち上げたと主張し、次のように述べた、ヘイドンは、それを、ジョークとして、オーロラに関心を引きつけるために書いたのです。鉄道は、私たちを迂回し、街は死にかけていました。ペギーズは、さらに、ジャッジ・プロクターは、 財産の風車を決して操作しなかったと主張し、UFO ハンターズの一部として、後に反売された声明であるが、これは木造水ポンプ等の基礎が井戸の周りに構築されているのを見つけた。有名なジム・マーズは、UFO の墜落を見たとされるある目撃証人にインタビューした。また、ジャッジの風車は、技術的には、風車ではなくて3階建ての木造水ポンプ等であった。 事件は無数の機会に調査されてきた。一つは地元のテレビ局 KDFWFOX4 によって放送され、二つはケーブルテレビで放映された。1998年にダラスを基盤とするテレビ局 KDFW はオーロラ事件に関する長い報告を放映した。リポーターリーチャード霊は前、 ポートアーススターテレグラムリポータージム・マーズとその他、地元の人々にインタビューしたが、彼らはオーロラで何かが墜落したと言った。しかしながら、例の報告は、地球外生命あるいは、技術の決定的な証拠を見つけることはできなかった。例は、テキサス州は、話の輪郭を描き、それに、伝説とラベルをつける、歴史的標識版を立てたと報告した。2005年12月2日に、 UFO ファイルズはテキサスのロズウェルというタイトルでこの事件に関係するエピソードを放映した。英語版エピソードは1973年のビルケースによって導かれた調査を特集し彼はダラスタイムズ・ヘラルドの飛行機記者でミューチュアル UFO ネットワークのテキサスステートディレクターである。ムーファンは墜落の新たな目撃証人二人を発見した。メアリー・エヴァンスは 当時15歳であったが、両親が墜落地点に行ったことと宇宙人の遺体の発見を話した。チャーリー・スティーブンスは10歳であったが、自分が宇宙船が煙をたなびかせて、オーロラの方へ北へ進むのを見たことを話した。彼は何が起きたのか見たがったが、しかし父親は彼に雑用を終わらせさせた。後に彼は父親が翌日、町に行き、 墜落の残骸を見たことを話した。ムーファンはそれから、オーロラ墓地を調査し、そして墓の標識をあらわにして、その金属発見器からの読み取りのみならず、何らかの空飛ぶ円盤を示した。ムーファンは、地点を発掘する許可を求めたが、しかし、墓地協会は、実行を断った。ムーファンの調査の後、標識は不可思議にも、墓地から消え、3インチのパイプが、 地面の中に置かれた。ムーファンの金属発見器はもはや墓から金属の読み出しを拾い上げなかった。隠して金属は墓から除去されていることが推定された。ムーファンの報告は結局、証言は説得力はないことを述べたが、しかし鉄造の可能性を除外しなかった。エピソードは街の悲劇的な歴史を議論する市長、ブラマーとのインタビューを特集した。 2008年11月19日、UFO Hunters は、ファーストコンタクトと題して、オーロラ事件に関する別のテレビジョンドキュメンタリーを放映した。ドキュメンタリーは、UFO ファイルズからの一い変化を特集した。ティモ・オーツは、ブローリー・オーツの孫息子で、UFO の残骸が埋葬されたとされる封された度の財産の原所有者であるが、あるかもしれない残骸を求めて調査する目的で、 井戸の封を切ることを許した。水は井戸から取られ、大量のアルミニウムの存在を除けば、試験は正常であった。井戸には重要な内容はなかった。大きい金属片は、財産の過去の所有者によって井戸から除去されていたことが、エピソードで述べられた。さらに、風車の基礎の遺物は、井戸の地点の近くで見つけられ、それは、ジャッジプロクターは、 財産の風車を決して動かしていなかったという水ペギーズの声明を論爆した。その上にオーロラ墓地は再び調査された。墓地協会はなおも発掘を許可しなかったけれども、地中レーダー探査と以前の訪問の写真を利用して標識のない墓は他の1890年代の墓の近くの区域で見つかった。しかしながら墓の状態はひどく悪化させられていて、 そしてレーダーはどのようなタイプの異物が存在しているのかを証明することはできなかった。ありがとうございます。